い、皆さんこんにちは、ワナレグルビッシュです。今回は信長の野望、過去の作品全部やるシリーズの、第5弾目第5回目ということで、信長の野望天正期をプレイしていきたいと思っています。で、昨日、公開させていただいた信長の野望、覇王伝の中で、お伝えしている通り、あとツイッターの方でもね、ちょこちょこ話している通りですね、今僕タイの方に遊びに来てまして、この天正期に関してもタイの方から、ホテルの一室から、実況収録をさせていただいております。昨日の、覇王伝の動画と同じようにですね、戦闘の合戦のシーンとか多少動きがなくて退屈してしまうようなシーンに入りましたら、旅の様子とかをね、写真動画を交えてお伝えしていければなと思っておりますので、旅の方をお楽しみしていただいている方も、一緒にご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。では早速プレイの方を始めていきます。で、信長ウィチンと信長ホイも2つのシナリオが選べますが、この過去の作品全部やるシリーズ信長の野望については、一応二条御所あるいは室町御所がある山城の国を攻略したら一応クリアという形にさせていただいていますので、そう考えるとですね、ちょっと信長初陣だと先が長くなりすぎてしまうかなというのがあるので、信長包囲網で、やっていきたいと思います。で、大名家はもちろん信長を使っていきましょう。で、設定画面ですが、レベルは、いつもはね長級でやらせていただいているんですが、初級に今回はさせてください。だいたい1時間ぐらいで、まとめていきたいなと思っています。他国の合戦は見ないと。表示時間、音楽に関してはご覧の設定でいきます。デフォルトですね。で、天正期に関してはですね、信長の野望ほとんどのシリーズやってきてるんですが、ちょっとね多分やったことないかなって感じでした。少しだけ、プレイの方10分15分ぐらいしてみたんですけど、全く記憶にないので、多分天正期に関してはスルーをしてしまっている作品じゃないかなと思います。そういう意味で僕もかなり新鮮な気持ちでプレイができるので、すごく楽しみですね。さあ、それではようやく自分のターンが回ってきましたので、それぞれ見ていきたいんですが、まずは何はともあれですね、各コマンドを見ていきましょう。軍事のところは戦争、徴兵、訓練、編成、移動、呼び寄せ、戦争はそのまま開戦ですね。で、徴兵に関しては兵士を集める、訓練は集めた兵士への、練度を高める。で、編成というのが鉄砲とかいろいろ牙とか選べる中からどれを選べるかですね。で、移動というのがちょっとわからないので見てみましょう。どこへ移動しますか。なるほど、観音寺とかに移動ができるんだ。おお、移動しましょう。これは観音寺の方が明らかにいいですからね。室町御所を攻める意味では。なので、光秀とあと半兵衛ぐらいを連れていきましょうか。で、勝家の軍団長が解任されるけど、それはいいでしょう。で、今見てもらったのが軍団ですね。で、内政は開墾商業、築城、施し、施しは民中を挙げるものかなと思います。で、あと外交が同盟、友好、強敵、婚姻、手切れ、脅迫、朝廷とありますね。で、調略が内容、流出、扇動、流言、暗殺、焼き討ち、誘発と。情報というのがそれぞれのパラメータにアクセスができそうな感じですね。で、信長は岐阜から観音寺に移しましたんで、そのあたりはねしっかりと見ていきましょう。で、人事のところには登用昇進、褒美とかありますね。で、教育のところ、これ講義っていうのを選ぶと、
特定のパラメータ、まあ、政治だとか戦闘力だとかっていうのを上げることができます。で軍団ですね、ちょっとじゃあ軍団を1個作っていきましょうか。今第一軍団がこれ川尻秀隆に変わっているので、ちょっと確認しておきましょうか。あ、なるほど。ってことは今信長のところには観音寺が増えただけで減ったわけじゃないのであれば、それなりに武将の数は揃っていそうなので、これで一旦ターンを送っていきましょう。前回の覇王伝は間違いなくそうだったんですけど、明らかにお金と兵士数が重要なゲームですからね。で信玄から使者が来てます。ちょっと会ってみましょう。お、穴山信君が来てますね。献上金125。いやー、信玄からすり寄ってくるなんてもう全然いいよ。承諾しましょう。これで岐阜方面から攻められるリスクが減りましたからね。台風が来てる。雷神殿が来たな。寄ってくねー。尾張を蹂躙していったな、近江尾張を。悪影響がありそうだな、明らかに。あるねー。さあ、では早速なんですが、徴兵をかけていきましょうか。まあ、金を持ってくればよかったなっていうのはあるんですけど、もう今更だな。まあ、ここはマックスまで徴兵していきましょう。で割り振りですが、勝家は足軽に変えて40まで上げましょう。
で、あと秀吉も40まで上げようかな、兵数ですね。4000っていう多分単位になるんじゃないかなと思うんですが、で光秀の騎馬は24まで上げましょうか。であとは蒲生氏郷もいいけど、ここはやっぱ半兵衛だろう。いやー氏郷だな、あの兵数がね、連れていける兵数が全然多いですからね。これでいきましょう。で今兵の分配をしたところに対して訓練を入れていきましょうね。もう一ターンぐらいは訓練を入れた方が良さそうだな。ちょっともう一ターン送っていきましょうか。で家康からの使者ですね。お、ちょっと待ってくれ。家康は信玄に向かおうと言ってきていて、信玄はこっちにすり寄ってきたけど、これは二枚舌外交だな。家康にも信玄にもいい顔をしましょう。どうなるんだろう。いやー織田の所領はことごとく凶作だな。これは一気に室町御所を攻めた方が良さそうですね。本願寺が一騎を先導してるのか、やめてほしいな。これから御所を攻めようかという時に、さあではもう一度軍事で訓練を入れておきましょう。でこれで戦争ですね。これは中立国に対していかにこちらに味方になってもらえるような働きかけができるかだな。お、波多野家は攻勢側になってますね。ってことは波多野より先に御所を落とせば終了だな。さあ観音寺から6人の軍勢を、6人の武将による軍勢を率いていきましょう。まずは総大将信長、あとはやっぱりね勝家ですよね。勝家はね強いんで連れていきましょう。で秀吉、あとは秀長、あとは唯一の騎馬隊を率いる光秀で、
あとはガモ氏郷ですね。ちょっと戦闘の能力は磯野とかの方がね高そうですけど、まあ、これでいきましょう。御所に籠城を仕掛けたな。野戦はないまま進みそうですね。まあ畑野の方が先に取り付きそうな感じはあるな。これは畑野と同盟してるわけじゃないので、ただただ三方向から攻められてるっていうだけで信長の所領になるのかっていう不安がかなりありますね。さ、では御所に入っていきましょう。城内に突入しますか。かで、城外では野戦が繰り広げられてますが、こちらはどんどん侵入していきましょう。もう畑野が中に入り込んでますからね。敵方は義昭に藤高とかもいましたね、今見た感じだと。じゃあ負けずに信長軍勢も入っていきましょう。やっぱりね、もう早く入っていかないといけませんからね。で、まあ、ちょっとここからねしばらく、城攻めが入るかなと思いますので、この間にちょっと旅のお話をしておきたいかなと思います。で、一応今回4泊5日の、タイ旅行になってまして、今日、まさに3日目の朝になるんですが、まあ、ちょうど半分終わったかなというところですね。まあ、ここまでいろいろ楽しく過ごしては来ているんですけど、もうね、特に食事に関しては、あの東南アジアはですね、まあ、好きでよく旅行に来るんですけど、ちょっとご飯があんまり僕の好みには合わなくてですね、ここまで何を食べたかというと、マック、スタバ、あとはケンタッキーフライドチキン、サブウェイっていうね、何食べてんだっていうような食生活をここまでしてます。まあ、今日あたりはね、ちょっとなんか違うものを食べれたらいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとこの後すぐ、まあ、どんなのを食べたかっていうのをね、食べるまでにどんなお店を見て回ったかっていうのをちょっと、画面でお出ししたいなと思うんですけど、ちょうど今画面で出しましたが、今泊まってるホテルがですね、まあ、ショッピングモールに併設されているようなところで、
もうレストランもいっぱいあるんですけど、そのいっぱいあるレストランを、見て回った挙句ですね、まあ先ほどお話したような店を巡るっていうね、なんともな感じの旅にはなってるんですけど、あとはまあホテルのプールで遊んだりとか、夜遊びに備えてもっぱら部屋でダラダラしたりとかしかしていないんですけどね。さあ信長をじゃあ進めていきましょう。でまあ細かい話はちょっとツイッターの方でお話してるので、もしね旅の、詳細知りたいよっていう方はね、そちらの方を見ていただければなと思うんですけど、まあ、昨日はですね、まあ、なかなか近年まれに見る敗北を喫するような場面が多くてですね、まあ、一つはですね、まあ、最初に行ったお店で、1日目に、まあ、声をかけた人にまた声をかけようと思って、まあ、手招きをして呼び寄せようとしたんですね。でそうするともう何このタイミングっていうタイミングだと思うんですけど、ちょうど僕の後ろに座ってる人も同じ子を呼んだらしくですね、寸での差で僕のが遅かった感じで、目の前でこの指名合戦に敗れるっていうね、まあ、あの指名合戦に敗れた男の結末なんてもう情けないものなので、すぐにねその店を退店したんですけど、まあ、その後も昨日はちょっとあまりね、いいことはなかったんで、今日は仕切り直して頑張って遊んでいきたいなと思うんですけど、同行しているスポポさんがですね、まあ、今日で一応、最終日になってますんで、まあ、スポポさんと思いっきりはっちゃけていきたいなとは思うんですけどね。さてはさせていくために縄文攻撃していきましょう。でも結局ですね、1日目は、お店何軒か回って何軒か呼んで、最後は、沖にを直召喚で、昨日も、お店を何軒か回って、まあいろいろして、最終的には、沖にを直召喚っていうね、感じになってきてしまってます。で、まあ、ちょっとタイミング悪くですね、ナンバーワンお気に入りに声をかけたものをその場ですぐつながらず、違うこう召喚した後に連絡が来たもので、もうどうにもならないっていうね、変な気まずさだけが残ってしまったんですけど、ちょっとそんなこんなでね、少し波乱じみた展開が続いてますんで、ぜひぜひ皆さんもね、今後の展開をお楽しみにしていただければなと思います。では信長も本丸へと進んでいきましょう。この状態から攻撃ができるんだろうか、ちょっと見てみましょうか。
隣接はしたけど攻撃できるのが秀吉だけかな。そうなるとまあ城門の前に秀吉が陣取ってくれたのは大きいですね。そうなると旗の家よりも先にね城を落としたいところですからね。これは攻撃はできないな。鉄砲隊とかだと攻撃ができそうな感じもありますけど。お、城門が開いた。おお、光秀が突入してきましたね。主力の勝家軍とかがねちょっといまいちな感じですね。ここで秀吉が前に行ってくれたか。ま、秀吉が前にいてくれれば安心だな。波多野に先を越されることはなさそうだ。さあこれで久秀も中に入ってきて、いよいよ佳境になってきましたね。このまま秀吉、光秀あたりが抑えてくれれば万々歳なんだけどな。これで勝家もようやく中に入ってきてくれたね。今これは兵を攻撃してるっていうよりは城の耐久を減らしてる感じなのかな、秀吉は。何？秀吉の軍団が混乱してる。どうしようかな。秀吉混乱してるけどどうしてあげることもできないしな。秀吉の混乱が解けない限り何もできなそうだ。さあ秀吉大丈夫か。ちょっと調略とかかけてみるかな。そしたら一括だな。勝を入れましょう。効果なし。
秀吉が復旧しない限り何もできない。お、畑野が石垣を登った。おお、やっと混乱から回復したか。また混乱してるよ秀吉め。何してんだよ秀吉。おお、吉明を生け取ったか。え、マジかよ。旗の勢が取るかな城を。まあただ攻略側が取ったという意味ではまあよしっていうことでいいのかな。もうどうしようもないですもんね。いやー、総大将義明を倒したのは信長軍団であっても、次行動の順番が旗の家だと、旗の家が本丸に一番最初に入っちゃうっていうね。何なんでしょうねこの。なんとも後味の悪い感じにはなってしまいましたけども。まあ、無事に室町御所の攻略ができましたので、まあ、ほぼほぼ合戦のシーンしかお届けはできていないんですが、一旦ですね、天正期の方はこれでプレイの方を終了していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。また、信長の野望シリーズ全部やる企画はですね、続きをやっていきたいと思いますので、その時にはまた、遊びに来ていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。でですね、この後、19時からですね、日本時間の19時からミガミックスの方でラジオライブ、YouTube のライブ放送、する予定だと聞いてますので、お時間ある方はぜひそちらの方も見ていただければと思います。で、僕も参加できればですね、タイの方から参加しようかなと思ってますんで、ちょっとね、参加できなかったら申し訳ないんですけども、できるだけ参加しますんで、ぜひ聞いていただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。